Bonjour。 皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ講師のやすこです。今日も皆さんにとても役に立つフランス語の表現をご紹介いたします。お土産をもらった時、気を使わなくてよかったのにと言いますよね。フランス語でこういう時、何と言えばよいかご存知ですか？ Il ne fallait pas。 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 と言いますよ。直訳すると、必要はなかった。で、気を使わなくてもよかったのに、という意味で使いますよ。フランス語にもこんな表現あるんですね。さて、フランス語をもっと勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。それでは、アビアントー。